ビデオを見たか？はい、40回くらい。ならコースは頭に入ってるな。初めの5本は7割ぐらいで流せ。ビデオで見るイメージと実際に走るのでは微妙なズレがあるからな。まずそのズレを修正するのが最初の仕事だ。はい。ケイスケも分かっているな。ペースを上げていくのはそれが終わってからだ。ああ、心配はいらねえよ。特に下りを攻めた場合はコーナーともストレートとも言えないような曖昧なパーシャル区間が意外なほど多い。確かに全開で行くか半開で行くか迷うようなところは多いな。そういう区間の処理能力の差が藤原と相手の走りの差になっている。あれの応用なのか？まさか。そんなことができるタイプの速攻じゃないのはお前も見てわかるだろう。あれとは正反対のテクニックで攻略するんだ。正反対の。
俺に言わせりゃその走りは甘い。ストレートだけ踏むならバカでもできる。